大きにな。 大きに。 鶴野はどうしてる？特に問題ありません。おとなしいものですよ。分かった。俺もそっちに向かう。
上流、こちらへ。ああ、大道寺は蒼天堀にもこんな味とか。全国主だった町には大抵ありますね。ただ普段からこんなに人が詰めているわけじゃありません。我々にとっても緊急事態なんですよ。あなたの生存がどこまで近江連合に嗅ぎつけられているのか、そしてこの状況にどう対処すべきか検討中です。するのもここにいるんだな。ええ、あちらの取調室に。別に手荒く扱ってはいません。もちろんこの先もずっとそうかといえば保証しかねますが。あれから何か聞き出せたか。いえ、あなたと一緒に聞き出した以上のことはまだ。よく無事に帰ってこられたな、花は。ご心配をおかけしました。しかし、いつ大阪に。あなたを呼んだ覚えはありませんよ、吉村さん。主任からお前を補佐するよう言われてきたんだ。そう邪険にするな。あんたは保身が先走って仲間を見殺しにするやつだ。歓迎されるとでも思ったが。花は救出についてはご苦労だったな、上流。ただし組織の命令に逆らった事実は残っている。特に俺の記憶からは絶対に消えない。それで何か用があったのでは。主任がお前と話したいそうだ。こちらです、花輪さん。主任とつながっています。わかりました。上流も一緒にということです。お聞きの通りです。こちらへ。主任ってのは。大道寺一派の幹部という認識でよろしかろうと思います。実は私もそれ以上よく知りません。影の指揮官ってわけか。緊張しろとは言いませんが、せめて茶化さないでください。私にも立場というものがあります。来たか、花輪君。それと彼が上流だな。ええ、私の命を救ってくれました。とはいえ、花輪君がピンチになったのは、元をたどればその人が存在を嗅ぎつけられたせいでもある。いえ、近江連合の渡瀬が一枚上手だったんです。先日の金塊密輸は桐生一馬の生存をあぶり出すための茶番でした。我々全員が出し抜かれたんです。何にしても今の状況は大道寺と桐生さんの約束と違うものだ。彼は一切の情報を漏らさないように自分から死んでやると申し出たんだからな。自分の生存を隠し一生表に出ないという条件で我々と折り合った。約束は守ってもらわなければ意味がない。そうじゃないか、桐生さん。俺にどうしろってんだ。あんたの死亡を覆す情報は全て抹消する。手始めに今そこに身柄を押さえてある鶴のその弟分獅子堂、そして花輪君をいたぶってくれた鶴野 の手下どもだ。みんな渡瀬組の組員だろう。全部で何人になる。何？25名です。お前らまさか皆殺しにする気か。もう一人、渡瀬勝も加える。殺す以外に口を塞ぐ方法があればな。相手がヤクザとはいえ、私も大道寺って組織の冷酷さんには怖くなる。しかしそいつに逆らったら次は自分の番だ。君も自分の身が可愛ければ誠意を見せないとな。桐生さん、お気持ちはわかりますが、ここは逆らわないでください。何？大きな組織です。
秩序を保つには常に掟が鉄の硬さを持つと示さねばなりません。あなたが約束を交わしたのはそういう相手です。もしそれを軽んじるような真似をすればペナルティを受けるのはあなただけじゃない。あなたが人生を捨ててまで守ろうとした人たちもです。わかりますね。キリュウさん、今度はあんたが取り調べよう。待て、俺はまだ言うてない情報がある。構わんよ、もうヤクザの情報などどうでもいい。分かってるな、上流。これはお前が忠誠心を見せる場だ。彼の言う通りです、残念ながら。あんたにはめられてる首輪はそこまで重いっちゅうことですか。ジョーリュ、お前ら下がれ。ツルノ、お前は行け。この建物さえ出りゃ助かる。外には海連合がうようよしてんだ。やっちまったな、ジョーリュ。何やってる、ツルノ。行け。この後はどうする気だったんです。あなた一人なら逃げるのもいいでしょう。でも沖縄の子供たちは。黙れ。あいつらに手出しはさせねえ。なら、あなたは取り返しのつかないミスを犯しました。残念ですよ、本当に。あなたという人は、
死ね。バカなやつだよ、お前は。すぐにその電話を切ってください。朝顔にかけているんでしょう。子供たちに逃げろとでも言う気ですか。もう手遅れです。私にこんなことをさせるなんて、恨みますよ桐生さん。すでに大道寺のエージェントが位置についています。沖縄の朝顔の前に今子供と同じ数の人員が控えています。花は。もしもし、どちら様でしょうか。あの、もしもし、もう切りますよ。アラートを出せば即座にこうした体制が取れる。大道寺一派は正しくあなたを警戒していました。リアルタイムの映像です。皆さん手を振ってください。わかった、花は。連中を朝顔の前から引かせてくれ。頼む。あなたが服従の意思を見せてくれればすぐに。わかるでしょう。私もこんなことしたくないんです。桐生一馬が上流に戻りました。朝顔を離れて結構です。あとはこちらで。本当に残念です、こんなことになって。なんてバカな真似をしたんです。あなたは鶴野を撃つべきだったんだ。何をやってんだ俺は。桐生一馬、これから処刑を執行する。じれったかったろうな。殺すならさっさと殺せってよ。立たせろ。花尾んとこに連れて行け。あれから何にしたった。お前が鶴野を逃がしてからってことなら3日だ。奴が助けに来てくれるとでも思ったが、残念だったな。沖縄の子供たちは。お前がそれ知ってどうなる。と言いたいとこだが、武士の情けだ。何も手を出してない。あの子たちは相変わらずお前がとっくに死んだもんと思って過ごしてる。今日本当にお前が死んだとこで、それは変わんねえだろう。恩に着る。
キリュウさん。処刑の執行人はあんたか。なら最悪よりは少しマシだ。花輪はずっと優秀な管理者として大道寺に貢献してきた。だが今回は散々だったよ。目も当てられん事態だ。担当したエージェントを制御しきれず組織を危険にさらした。自分の蒔いた種は自分で刈り取ってもらう。ひざまずけ桐生。最後は潔くな。いつでもいいぞ花輪。今度はお前が忠誠心を示す番だ。桐生は命の恩人だろうが組織の指示に二度逆らってる。この処刑に依存はないね。信じられません。堂島の竜が何度も修羅場を生き抜いたあの桐生一馬が今私なんかに命を握られている。ああ。担当したエージェントを始末する、辛い仕事だよな。だから俺たちも同僚として協力は惜しまん。これで罪悪感が減るだろう。お前はやるしかなかったんだ。余計なこと考えるな。軽く引き金を引けば済む。それ以外の動きをすればお前も処分の対象だ。いいんだ花輪。俺はもう3年前に死んでいた。あんたを恨んだりはしねえ。そうやってあなたはいつも真っ先に自分から犠牲にして、そんなことでどうやって今日まで生き残れたんです。花は、もともと今私が生きてるのはこの人に救ってもらったからだ。それも今回だけじゃない。私は彼に二度助けられている。いいんだな。よせ。何やってる花は。銃を拾え。覚悟があるわけじゃありません。それでもやっぱりできないんです。私にあなたを殺すことはね。了解した。おい、え、見上げたもんだよ花は。合格だ。二人とも主任。わざわざご足労いただきまして。すまなかったな桐生さん。それに花輪君、君らは今や肩書きや立場の枠を超える関係を築いてみせてくれた。それこそが大道寺を支える者たちの到達点だ。どういうことだ。友人でも他人でもなく、それでいて
最もお互いを知る管理者とエージェント。キリュウさん、あんたにとって花輪君はもうただの管理者じゃないだろう。逆にもしそうなっていなければ、キリュウさんの命運もここまでのはずだった。花輪君の銃にはちゃんと弾を入れといたからな。なら、そいつが本当か確かめる。花輪、あのじいさんに向けて撃ってみろよ。今はやめてください、そういう冗談。まだ体が震えてます。大道寺にしては随分甘い裁定だ。ただこれにはちょっとした訳がある。まあ鶴野さん、お前、近江連合本家の持つ不動産に渡瀬組が管轄するフロント企業の経営権、締めて500億の資産や前もって親父から託されたもんです。それと引き換えに大道寺から桐生さんを生かすチャンスをもらいました。あんたを俺らの仲間に引き入れるため。うん、500億ぶら下げりゃどんな堅物だって股が緩む。大道寺のお偉方もその点なかなか柔軟だしな。桐生さんにチャンスをやるとして、あとは花輪君の決断に丸投げしたというわけだ。すると賭けは我々の勝ちと出た。あんたはしばらく渡瀬組に手を貸してやってくれ。彼らに限定して桐生一馬の生存を一時的に開示する。何でもでかい仕事になるらしい。それでいいかな。一派は500億手にして、仕事は全部俺にさせるわけか。不服なら全部ご破産にしたって構わんよ。その時は500億を返上するし、あんたにはやっぱり死んでもらうことになる。鶴野さんにもな。選択の余地がないことは分かってる。だが俺からも一つ条件を出させてくれ。桐生さん、もちろん聞くよ。言ってみろ。沖縄の子供たちへの監視を今すぐやめてくれ。あいつらの命が電話一本で奪われる。そんな状況を許すくらいなら俺は死んだ方がマシだ。俺が死ねばあんたらだって人員割いて朝顔を見張る必要はなくなる。そうだな。仮にうちが子供の監視をやめたと言ったとする。しかしあんたにそれが事実か確かめる方法はないだろう。そのことは承知してるか。約束を守ることにかけてはあんたらを信用している。でなきゃ俺たちはとっくに決別していた。分かった。そんな風に言われると弱いな。あんたの条件を飲むよ。この私が保証人だ。交渉成立っちゅうことでええんやな。まあそういうことだ。まったく、命が助かっただけで御の字なのに、あなたから条件を出すなんて。500億出してまで必要とされるとは。あなたがすごいのか、渡瀬がバカなのか。おいこら、後のやつ取り消せや。あんたよく一言余計とか言われへんか。別に言われませんが。バカ言え、みんな気使って言わねえだけだよ。まさかそんなわけ。あ、キリュウさん、仕事言うても今すぐどうこう言う気はありません。
まずはしっかり回復してもらわな。後日電話させてもらいます。赤目にも知らせときますんで。桐生さんもあいつんとこやったら少しは落ち着くやろ。ああそうだな。住職、もしかして私を迎えに来てくれたのか。ええ、無理を聞いてくださり感謝します。主任、あんたから直々に命乞いされちゃうな。桐生さんのことも花輪君のことも無下にはできん。それでも渡瀬組の500億がなきゃ危なかった。あれでやっとお偉方と交渉の余地ができた。すると桐生さんは天に愛されているようですね。今のセリフ本物の坊さんみたいだ。長い言葉あげてると板につくもんだな。それはどうも恐れ多いことです。手間通せるって。
開いた。しばらくどないしてたん？ようわからんけど、鶴野さんからゆっくり休ませろ言うて。ん？なんや、傷だらけやないの。はあ、少し疲れてんな。そしたらシャワーあるで。ついでに体も洗ったろか。その場合は追加料金やけどな。そっちは間に合ってるが、シャワーは助かる。せやろ。ついでに腹も減ってんだ。そしたらあれか。ご飯にする？お風呂にする？それともあたし、シャワーの後飯食って寝る。あとは構わないでくれ。ノリ悪いやんか上流。ついさっきまで生きるか死ぬかだったんだ。たく大げさやな。大げさで悪かったな。上流。いや、ギリアさん、これからキャッスルへおいで願います。キャッスル？わざわざあそこでないとできねえ話か。ええ、大蔵寺の目を気にせんで済みます。もう連中の了解は取ったはずだ。それでも向こうさんにこっちの動きを知らせる義理はありません。親父の仕事は大蔵寺と別もんや。俺はもうキャッスルに来てます。大阪城を正面に見て左手のプールでお待ちしてますんで、よろしいですか？そうか、わかった。ほな、